Guys, ang galing na naka-invento nito. Iba talaga mga Pilipino eh. Pinoy ini. Nako, huli. Patay tayo eh, bayad. A bullet in your bag, give me $1,000. Oh shit. Let's see again. One more time. Whoa. Nakakaya yung mga taga na iya. Mga Pilipino talaga yung target nila. Nako. Why is it? Okay guys, eto. Pwede nyo nang kunin to sa ano, sa Android. Gawa ng isang Pilipino. Ang gandang apps. Ita mo, pati yung mismong security or police dito, pangit. Katulad nung mga pulisa na iya. Tanginang yung mga yan eh. Ang papangit. Oh, sige yo. Salamat. イノヤキの国際空港で撮影されたものなんですが、なぜか荷物これラップでぐるぐる巻きになってるんですね。今空港にこんな人がいっぱいいるっていう本当なの？実はですね、こちらフィリピン全土で現在問題になっています。犯行の手口がありまして、このラグラグパラという犯行の手口なんですね。それに、その防止策としてこのように荷物に今ラップを巻いてるわけなんですけれども、どういう手口なのと言いますと、これ相当悪質です。空港職員が、空港警備員が渡航者の荷物の中に銃弾を仕込む手口だと。空港職員がですよ、銃弾を仕込むなんて非常に通常考えられないです。これでどういうものなのか、今からですね実演で説明していきたいと思います。まず空港に着きますと、このように 荷物をですね検査するため、職員に渡しますよね。すいません、よろしくお願いします。荷物検査のためにこのように職員にまず荷物を渡します。するとどうなるかと言いますと、この職員は隠し持っていた銃弾を私今私この荷物の中にこっそりと仕込むわけなんです。するともうこの荷物の中には銃弾が入っていますので、この後 X 線の検査をすると、もちろんこのようにモニターには銃弾が
移り込むわけなんです。でこれを見つけた X 線の検査官は何をするかと言いますと、私の荷物をこのように開けて中に銃弾があるかどうか調べる。そしてあたかも銃弾を発見したかのように振る舞うわけなんですね。でこの際にすごいリアクションですね、笠井さん。でこの際にですね、通報されたくなかったらお金を払えと、ワイルだ、口止め料を、請求していくというこういった手口が今フィリピン全土の空港で、あるということなんです。で実は今年に入ってですね、もう30件ほど被害の報告があるということで、実際日本人の被害者というのもいるそうなんですね。で20年ほど前からこういった犯行の手口があって、もう告発というのも何度もあったそうなんですけれども、一切明るみにならなかった。なぜかというと、もう空港職員も X 線の警察官も皆さんがグループでやっていた可能性があるので、明るみにならなかったということなんです。それを何、やられないようにラップで荷物くるむわけ、現在、そうくるむしかないということなんですけれども、かなりですね、泣き寝入りするケースが多いということで、なぜかと言いますと、口止め料を払わないと、逮捕されてしまったり留置場で拘束されて非常にこう、面倒なことになると。それならばもう口止め料を払おうということで泣き寝入りする方が非常に多いということなんですね。でこのラップぐるぐる巻きのですねサービスというのは、このフィリピンの空港に限らずですね、実は羽田空港ですとか成田空港をはじめ世界中の多くの空港で受け入れられていまして、値段は数百円から数千円、窃盗防止のほか荷物の保護などにも活用できる。ちょっと待って、これ空港にこういうラップをくるむような場所があるの？空港によってはですね、こういったサービスをしているところもあります。これ有料なんですかね？有料ですね、もちろん、例えば、スーツケースの中のものを盗まれないようにしたりとか、そういった、防止策のために、こういったラップサービスをしている空港も世界中では実際にあります。抗がん剤自体に訴えた方がいいんじゃないですか、職員グループだったらね。実際フィリピンではですね、APEC もあるということで、昨日から、こういった、捜査を始めたのではないかという、そういった、報道もあるんです。今ただトランクを載せる場合って原則鍵かけないじゃないですか、鍵かける場合は全部共通の鍵で開けられる、指定された鍵がついてるもんじゃなきゃダメだけど、これじゃ鍵も開けられないじゃん ね。でもこれはでもいつ切って開けられるから OK ってことなんでしょうね、鍵でじゃないからっていう、じゃないからね、簡単に切れますからね。フィリピン行くの怖い。でもいかがわしいものを これで運ぼうと思ったら、逆に運びやすかったりするかもかね。実際木川さん、これフィリピンのみならず世界中でも、こういった被害の報告があるということですね。今回観光客の方がSNS でこういった被害に遭ったと挙げまして、それを海外メディアが報じて、大きく取り上げられたということなんですね。なんとかしてほしいな。明日シンガポール行くんですけど大丈夫。さて、埼玉県入間市の公園で